吉田健一4月1日から1977年8月3日は日本の文芸評論家、英文学翻訳家、小説家。父は吉田茂、母、幸子は牧野信明の娘で大久保利道の彦にあたる。誕生日については戸籍上は4月1日だが吉田家では3月27日に祝っていた。ケンブリッジ大学中退。英文学、 フランス文学を中心としたヨーロッパ文学の素養を元に評論や小説を表した。また、イギリス文学の翻訳も多数行っている。父と信仰の深かった、長谷川ニョゼカンの肝入りで中央大学文学部教授を一時期務めた。1912年、東京千田が役内召館者に生まれた。父のシュゲルは当時外交官としてヨーロッパにおり、 母ユキコも出産後、シュゲルの元へ向かったため、ケンイチは6歳まで母方の祖父でもある、マキノノブアキに預けられた。1918年4月、学習院初等科に入学したが、父に従い、チンタへ行き、その後、1919年パリ、1920年ロンドンに赴く、ストレタムヒルの小学校に通う、1922年転身に移り、 イギリス人小学校に通う。1923年、夏休みの一時帰国時に箱根に滞在。大震災の影響を免れる。1926年、天津の学校より行政中学へ2年次編入。1930年3月に同校を卒業し、10月、ケンブリッジ大学キングズカレッジに入学した。同カレッジのフェローであるジー・ローエス・リッキンソン。 F.L. ルカスラに指示。また同カレッジの学生館、ジョージ・ライランズのジョンダン講義などに出席。ケンブリッジ時代に、それまでもあったランドク癖が刺激され、ウィリアム・シェイクスピアや、シャルル・ボードレール、ジュール・ラ・フォルグなどに熱中した。しかし、1931年3月に急遽中退、帰国。同年、親戚の病気見舞いに行き、川上哲太郎と知り、 以後川上に指示した。しばらくして、アテネフランセへ入り、フランス語、ギリシャ語、ラテン語を習得した。1935年6月、アテネフランセを卒業。同年、ポーの覚書の訳を刊行その後、文学界への寄稿を始め、当初は、フランス文学の翻訳やフランスの時事文化の流行紹介を行う。1937年夏。 中村光雄と知る。1939年1月、最初の評論、ラフォルグロンを文学界に掲載。同年7月より、祖父、牧野信明の談話記録を、小党勘団の題で、文芸春秋に連載。同年8月、中村光雄や山本健吉らと同任し、批評を創刊。1941年5月、野上と一郎、八重子夫妻の売酌で、 大島信子と結婚。同年12月より、批評に、バレリーの、レオナルド・ダ・ヴィンチの方法論序説翻訳を連載。1944年5月の発行で、批評を表向き廃刊とする。1945年5月に、海軍に横須賀海兵団に二等手経兵として一度、招集されるも、そのまま敗戦復員し、福島に住む。同年10月上京。 1946年5月に鎌倉市に転居。7月より牧野信明の談話記録、回顧録を中村光夫と協力し文芸春秋に掲載。1948年に中村光夫、福田恒ネアリと3人で始めた各界の専門家を客人として招いた集いが八の機会に発展する。主な交友関係には戦前からは 川上や中村光を、横光リーチの他に、石川敦志、大岡翔平、小林秀夫、シラス、雅子、福原林太郎、福田つねあり、戦後は、三島幸夫、ドナルド・キーン、篠田和志、丸谷斎一らがいる。1949年4月、国学院大学非常勤講師となる。同年5月より、日英交流のための団体、アルビオン、クラブに参加。 1951年5月、チャタレー裁判の弁護側証人として法廷に立つ。1953年1月、東京都新宿区に転居。同年8月に、福原林太郎、川上哲太郎、池島信平と戦後初の都営旅行。1958年10月、同人雑誌、声発刊に参加。1 9 6 2年2月、 川上哲太郎と金沢へ。以後吉田死去の年までの年中行事となる。同年12月、亀井翔一郎編集。新しいモラルの確立に、進行への会議と規定を掲載。1963年4月から1970年3月まで、中央大学文学部教授。1969年7月より、雑誌、ユリイカにて、ヨーロッパの世紀末を連載。 以後、毎年多数の著作を刊行し続けていたが、1977年に、ヨーロッパ旅行中に体調を崩し、帰国即入院。回復退院しまもなく、新宿区の自宅で亡くなった。改名は、文明院両方ま県宮城市柄木古事。新宿の邸宅は、娘の吉田昭子が居住していた。なおみし幸とは、1960年代前半に、仲たがいしている。 一説によると、三島が新居に移った時、部屋に置いてある家具の値段を吉田が大声で、次々と値踏みしたのがきっかけだったとも言う。また、ジョン・ネイスン、三島ゆきをある表伝によると、八の機械の月例会の席上、三島の書き下ろし長編、京子の家を、その面前で、こんなものしか書けないんだったら、会からは出てもらわなくちゃなと酷評したことも大きいと、される。さらに、 三島が、モデル小説、縁の後に関して、有田八郎ともめた際、有田と旧知の間柄だった吉田が、間に入り自体の収集に当たったことを三党が悪く、取ったためとも言われている。戦後復興の時期に首相だった父、吉田茂の実像を、最もよく知る人物であるが、父の思い出を語ることは多くなかった。一説には、母、幸子の死後に、父が、 長年関係があった新橋の芸者、コリンこと、坂本清を、事実上の後妻として迎えたことに、健一が反発していたからだと言われている。佐藤栄作の日記によると、父の没後は妹、麻生和子とは、あまり折り合いは良くなかったようである。父の影響もあって、シェリー主が大好きで、共演の中には現存する銘柄も多く挙げられている。またその手軽さから遠方への移動にも、 シェリー酒を持参。記者旅の酒には、その好きな様子が描かれている。1970年には高額所得番付で、作家部門5位にランクされたが、これは父親の遺産が計上されたもの。借金を返して亡くなったとのコメントが残されている。戦争直後、 父親に反発するように担ぎ屋や小敷きを経験した吉田であるが自宅の茶の間には父親のトレードマークとも呼べるキューバさんの葉巻があったことが新聞記者により目撃されている。テレビドラマありがとうございます。